ジョバンニ・ジャコモ・ガストルディの肖像が、ジョバンニ・ジャコモ・ガストルディは、高期ルネサンス音楽から、初期はロック音楽にかけて活動した、イタリアの作曲家。5世のためのバレッティの作曲家として名高い。ガストルディは、ロンバルニア州のカラバジョで生まれた。1592年にジャケス・デベルトの公認として、マントバのサンタ・バルバラ教会の学長に就任し、1605年まで、 ゴンザーが家に仕えた。フィリッポ・ロマッツォの説によると、その後はミラノのドオーモ教会の声楽隊長に転身したというが、真偽のほどは定かでない。ガストルディは、数巻のマドリガーレや様々な宗教曲及び、若干の奇学曲を作曲した。彼の世俗的声楽作品で特筆すべきは1602年の、五世のためのマドリガーレ第4巻クアルトリブロでマドリガーレ。 エイチンクエボーチで、これはバッティスタ・ガリーニの絶大な人気を博した、牧歌的悲劇、忠実な羊会から、ほぼ全ての脚本設定がなされている。ガストルギ自身によると、この作品集の少なくとも一つは、スペイン女王のライガに伴う、祭りの一環で上演された1598年11月の演劇で演奏された。彼の二組のバレッティは、 踊りのための優説歌曲ながら、最も顕著で影響力が大きかった。これらは語性学のために書かれ、恋人と恋愛行為の一種を擬態化するような、ファララなどの無意味な音説を含んでいる。そうじて、ガストルディのバレッティはミュージカル上のコンメディアで、ラルテで、満足した男コンテイント、勝者プリーミアと、いい夜男エルイ稲モラと、喜びピアチェーレ、 ウルワしの女らベレザ、愛の三美グロリアディアモーレ、燃え盛っている男エルアッコセソ、恋のカリュードカツアディアモーレ、サゲスミールマーティラと、美しい男イルベル、フモレ、アモーレの勝利アモール・ビトリオス、愛の希望スペメイアモローザといった楽曲がある。部曲との密接な関係から予測されるように、彼のバレッティは、基本的に単純な和音のテクスチャーや早口の発音、 対応表現を犠牲にしたリズミカルなアクセントが特徴的である。ガストルリの5世のためのバレッティ・ベレッティ、エイチンクエ・ボーチは1591年にベネツィアで出版され、たちまちベストセラー入りし、芝叩く間に番を重ねただけでなく、外国でも出版された。オラーツヨオ・ベッキやアドリアーノ・バン・キーリ、ハンス・レイオ・ハスラーやトマス・モーリーといった、 作曲家がこの音楽創作に強く魅了され、中でもモーリーのバレット、今は、花の五月なウィズ・ザ・マンス・オブ・メイングは、明らかに、ガストルディに影響されている。多くのフロットオラ、ビリアンシーコ、シャンソン・フランセーズが部曲と密接なつながりがあったのは確かだが、ガストルディは、気楽曲のパターンをお手本に部曲を作った13世紀以降で、最初の学者と見られており、 器楽演奏曲についてのみ、完全にそれが当てはまる。バレッティの表題詞では、ガストルディに最も穏やかなマントバ公爵の聖歌大指揮者の肩書きを設けている。ただしこれは内容全体が純粋な遊び心や、気楽さや、華やかさを集めたものなので、ガストルディ作品における本能的な無邪気さの裏にある、洗練さを隠すような意図は、微塵もない。 共通点はやはりリズムや文章の美しさや調整などを無視してファララを繰り返したことである。ガストルディは時に3倍の時間をかけて作曲したりメジャーとマイナーを交互ないし両方とも使用するなどして自分のバレエ曲構成を変えようと模索した。それ以外で彼が複数登場人物間の心理描写の違いを際立たせる試みと言えるようなものはない。オランダでは ガストルリのイタリア作品が本案されてオランダ語のコントラファクトゥアで絶大な人気を博した。ありがとうございます。